素晴らしい魚がありました。幻のカツオなんていう風に言われたりもします。ラムなのかな、カツオなのかな。はい、おはようございます、太郎です。本日はですね、素晴らしい魚がありました。こちらは鹿児島県の市から参りましたスマガツオという魚なんですが、非常にね、魚体もよく脂も乗って美味しそうだったので、さばいて食べてみたいと思います。ぜひね、動画の最後までご覧ください。はい、こちらのね、スマガツオ、本日はですね、鹿児島県市から参りましたが、幻のカツオなんていう風に言われたりもします。まずね、漁獲高が圧倒的に少ないので希少価値が高い魚でございます。このね、腹びれのあたりに斑点がいくつか、黒い斑点がありますよね。お灸を意味するヤイトガツオなんていう風にも言われたりもします。カツオと島のね、向きが違うため、島ガツオとかね、スマガツオとかスマとかね、呼ばれたりとかする魚でございます。スマガツオの最大の特徴は全身トロと呼ばれるほどの美味しさでございます。これが幻とも呼ばれる理由の一つです。カツオのような、ね、血の気の癖がなく、その味はカツオとマグロの中間と言われ、この美味しさと希少性から簡単に手の入らない幻のカツオという風に言われたりします。実はこのスマガツオ、ね、カツオの王様と言われながら、魚の分類学上はカツオともマグロとも違う魚なんです、ね、同じサバ科ですが、スマはスマ属の魚となります。カツオでもマグロでもありません。ということでね、このカツオ今3キロ弱、2.8 キロぐらいあるんですけど、この大きさのね、スマをなかなか見ることもないですし、こんだけね、鮮度のいいのもなかなかないの で思わず買ってしまいました。それではね、さばいていきたいと思います。どうでしょうかね、ちょっと皮も美味しいと思うんで、ちゃんとね、エラワタを抜いてさばいていきます。ね、鮮度バッチリですよね。心臓も綺麗です。はい、じゃあ中を洗っていきます。はい、それではね、さばいていきたいと思います。頭が取ってしまいます。ほら、油すごいですよね。ここまでいい感じのカマしてますよね。脂もすごいですよ。よいしょ。はい、ということでね、非常にいい感じのカツオですよね。赤身も濃くって、ね、脂がこの辺に絡んでるの分かりますかね。非常に素晴らしいです。皮を剥いていきます。素晴らしいですね。見てください、このお腹のところの脂のり。かー、すごいっすよ。脂見てください。はい、それではね、お刺身用に切っていこうと思うんですが、血合いは外して味噌のたたきにします。で、このお腹の脂乗ってるここはちょっと軽く炙って、そのまま塩で食べたいと思います。で、身の方はお刺身でわさび醤油で食べたいと思います。はい、それではね、切ってまいります。はい、じゃあ血合い外していきます。で、こちらの血合いの部分は味噌たたきにしていきます。はい、ネギと味噌だけでいこうと思います。こんな感じですかね。 あんまりたたきすぎないで、こうちょっと粗たたきぐらいで、こんぐらいがいいかと思います。はい、はい、それではね、お刺身の方を切っていきます。すごいですね。で、お腹は今から炙ります。炙るんで串を打って、
やっぱりね、今回はわさびが合うと思うんですよね。一応両方付け合わせでやろうと思いますけど、ちょっと、ね、食べ比べしてみたいと思います。わさびの方がいい気がします。ということで、せっかくなんでね、本わさびを吸って、はい、じゃあ塩振りまして焼いていきます。すごいですね、油が。こちらは半分ちょっと切ろうかな。はい、できました。スマガツオのお刺身の完成。はい、ということでね、めちゃくちゃ油ありますよね。すごかったですね。行ってみたいと思います。めちゃくちゃうまそうですよ。やっぱりね、わさびがいいと思うので、まずはわさびで。すごい脂乗ってんな。カツオでもマグロでもないスマでございます。いただきます。中トロですね。中トロ、非常に脂乗っている魚の、マグロに似てるかな。やっぱりマグロなのかな、カツオなのかなっていうぐらい、なんか脂乗っていて、カツオみたいな、ね、独特の香りがないんで、味はそんなにしないかな。トロの感じはトロッとしますけど、カツオみたいな独特のあのガツンとくる旨味というか香りがないかな。生姜でいってみよう。生姜で食べてみます。うん、やっぱわさびかな。生姜で食べるとちょっとカツオ食べてる感じしますけど、わさびの方が旨味を感じます。で、お腹いこう。腹皮わさびをかけて、うん、おいしい。いや、バブった方が全然うまいっすよ。はい、じゃあ最後にこちらのネギ味噌、味噌たたき、試合なんで、ね、試合なんで味はすると思いますよ。うん、同じ魚とは思えないです。うん、全然味わい違いますね。これは多分生姜が合うんじゃないかな。臭みがちょっとやっぱ試合なんであるんで、生姜が合うと思います。うん、うまい。はい、ということで本日はね、鹿児島県のスマと言われるスマガツオ食べてみました。やっぱりね、脂乗りがすごかったです。全身トロって言われる理由もわかります。うん、非常に美味しかったです。ただ僕の個人的な感想としては、やっぱり本ガツオの方が好きだなって改めて思いました。味の濃さがね。でもスマガツオね、見かけることあんまないんですけど、いいスマガツオに出会ったらまたね、さばいて買って食べてレポートしたいと思います。動画最後までありがとうございました。ムタロでした。ナイス。